ウェブエリスカップはラグビーワールドカップの優勝国、地域に贈られるトロフィーである。カップ名の由来はラグビーの発明者とされるウィリアム・ウェップエリス。カップは金メッキが施された銀製のトロフィーで1987年の第一回大会から使用されている。これまでにニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、イングランドの4チームに授与されている。 1987年第1回大会前に大会のチェアマンであるジョン・ケンド・オル・カーペンターらがロンドンのリージェント・ストリートにある宝飾店、ガラード社の店内で一つのカップを見つける。そのカップは1700年代のビクトリア朝時代にデザインされ1906年に製造されたカップであった。そのデザインが優勝杯にふさわしいとエリスカップとして採用した。 カップの高さは 38cm、重さは 4.5kg ある。印字には国際ラグビーフットボールボードとウェブウェリスカップと書かれてある。トロフィーのデザインはギネスクネーションズや FA カップ、ライダーカップのトロフィーを手掛けたトーマス・ライトが制作した。大会決勝直後の表彰式で優勝チームに授与されるが、その際すでにその大会の優勝チーム名が、 カップの台座に刻印されている。このため、決勝の中継放送の終盤に、刻印の準備や刻印している、作業風景を映し、優勝チームの決定が近いことや優勝が決定したことを示すのが、大会放送の恒例となっている。トロフィーは、その後優勝国、地域のラグビー協会に次回大会までの間、保管され、その後、次回大会の開会式のセレモニーにて、 変換式が行われる。ありがとうございます。